ということで、あなたたち久しぶりじゃないの。この私のね、冬の、ファッションコーディネート一週間分見たいんだってねえ。いやもうこれね、久しぶりの企画すぎてどうやって撮るのか忘れちまったんだけどね、思い出しながらちょっと、思い出しながら今から一週間コーディネートやりたいと思いまーす。ということで月曜日ちーちー月曜日を穏やかに。もう月曜日から何の色履き物があった。月曜日から何の色。ほーら月曜日ということで、あなたこれリラックスモード、もう月曜日からカリカリしません。というのはね、この私の人生はもう月曜日からオフモード、リラックスしたいということで、まずこのホワイトコーディネートね、お靴は、これ堺とナイキのコラボ、そしてパンツは、これはオムプリッセ、そしてニットは、バッテガ、そして、こちらがこれがね、ブルネル先生でございます。そしてこちらはチンチンという、カネでございます。とにかく今日の主役はこのカネなの、わかる？あなた月曜日からみんな下向いてさ、ザーってだるそうな顔で歩いて、あなた人生あと何年あると思ってんの？カチンっつって、これまた私ね、チンチン鳴らしながら歩こうと思ってるんです。それでね、皆様の心にやっぱり穏やかな気持ちをお届けしなきゃってことで、今日はこのホワイトコーディネートなわけ。もうリラックスモード満開という感じでね、もうこうゆるゆる、風が入るでしょう。そしてこの、ボッテガのニット差し色でグリーンというのは癒し色のカラーでしょう。そしてあなたこれブルネロ先生のこれがまたカシミヤでもとろけるようなね、この肌触り。このコーディネーターもうね、私だけじゃなくて皆さんもリラックスするんじゃないのということで、組ませていただいた、今日は皆様に、幸福と、そして穏やかな気持ちを届けたいということの、日でございます。火曜日カリ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 、火曜日あなた油断禁物、あなた月曜日の穏やかな気持ちになってたらね、隙見られちゃったでしょ。聞かせていただくわよ。あなた人生100年時代でしょ。そこで私が40超えた時点であなたもうスローライフに入るなんて何をおっしゃってんじゃんって言われちゃうでしょ。だから私はね、まだまだこれからエッチ行かせていただくわよ。そういうことで、月曜日から考えが変わって切り替えさせていただきました、コーディネートということで。これは今日はスパイシーにね、ブーツはバルマン、そしてパンツはサンローラン、そしてニットはバルマン、そしてこちらの、ジャケットは、サンローランでございます。そして、サングラスもサンローラン。今回はもうね、聞かせていくわよ、上下持ってね。これで、あなた、ほら、むーちゃん、映ってないから、いらっしゃい、こっち。ほら、むーちゃん、いらっしゃい、ということで、これをあなた、脱ぐのが大変なのよ。まあ、チャック下ろすだけなんだけどね。もうこれが汗かいちゃうでしょ、あなた、もう、ほら、これ、すごいでしょ、すごいスパイシーな感じするでしょ。この時はね、髪の毛やばモヒカンにするんですよ、こうやって。わかる？ほら、すごい似合ってると思うな、私、プシプシって。ほら、フェティッシュな感じするでしょ。まあ、本当だったらね、本物のフェティッシュっていうのはね、あなたこんなオシャンティーなね、このキラキラニット、これは着ないんです。コントラストをつけるわけ。わかる？なんかすっげすけーで、そしてこのモッコモコのコントラストでフェティッシュ。これがハイファッションです。でもね、私はちょっと、少しまろやかに行かせていただこうと思ってね、こんな感じのコーディネートとなったんです。そうよー、ということで、水曜日デートよー。
でも、お忍びでと、ということで、ある秘密のあの人からね、連絡があって、デートしたいんですっていう申し込みがありましたということで、なるべく目立たない感じ、けれども、まあデートということで、まあお決まりの萌え袖でございます。デートスタイルの三大要素として絶対必要なのは、まずは、このね、手の指の根元まで隠れる萌え袖がまず第一条件。そしてあなた、パンツ、シークレットブーツ、そう、ちょっとだけ足長効果、そう、相手の身長よりね、マイナス5センチ、これがポイントなんですよ。配慮というのはね、このブーツの高さ、だけどブーツの高さでね、コントロールしてるってバレたくないために、こうやってちょっと、これニートのパンツ、これゆるっとしてね、かぶせる感じで履くんです。わかる？そう、そして、第3要素、カゴバッグ、このパッコリバッグ、あなた、飲み物、ハンカチ、飴、ガム、フリスク、彼が求めてる時に、サッて出せるでしょ。あなた、その時、あんなチャックだの、蓋だの、ついてくるんださ。これだったら、瞬間的にね、全部できるんですよ。あ、そうしたら、あ、この子は気が使えるな。この人とだったら結婚生活いいかもね、なんてね、そんな風に思われちゃう。この間髪入れずが超重要。そうよ、ということで、まあ、お忍びなのでね、ちょっとカラーサングラスをつけさせていただいております。あやね先生。ということで、靴は、こちらザロー。そしてパンツはニート。そして、萌えニットは、これはマルチラワ。そして、コートが、あ、なんだっけ。あ、エンメッティ。そしてこちらのバッグがザロー。でございます。これあなた、また脱ぐのにね、かがまなきゃいけないのよ。よいしょ。あって、もうデートといえばやっぱり萌え袖。そう、どんな時でも萌え袖。そう、こういう感じでね、寒い寒いって、いや、彼が喉乾いたっつったらサッと出せるわけ。萌え袖しながらキュンキュンしながらサッサッできるわけ。あ、この子は可愛いのにできる子だねって思われちまうんだよ、これでね。すごいでしょ。で、そして全身がゆるゆるなの。なぜかというと、これからね、デートの後何があるか分かんないでしょ。窮屈なとこに座るかもしれない、寝っ転がるかもしれない、シワはついちゃいけないんですよ、デートっつうのはね。そう、今日のコーディネートは全部全身シワがつかないコーディネートっていうことでもね、私設定してるんですね。次行くわよ、ふーちゃん。わかった、そうよ、ということで、ごきげんよう。はーい、私にカチャラリーをちょうだい。そうよ、カチャラリーちょうだい。カチャラリーはどこって感じのコーディネート、僕のみでございます。靴はプラダ、そしてパンツはニート、そしてカチュラリーのこちらのシルクのシャツがロエベ、そしてこちらがブルネル先生でございます。そういやー、ということで、カチュラリーはどこ、カチュラリー、カチュラリーはどこ。あなた、このカチュラリーのロエベのシャツ見てごらんなさい、これすごいでしょう。シルクだから、あなた、このね、さ、つるっとしたこのね、見て、このコーディネートがすごいのよ。これはね、ブルネロ先生のね、これまたビロードのようなスウェード、このスウェードのジャケットのようにシャッ、すごいでしょ。あなた、これ光当たってごらんなさい、ツルーンっていうシルク、これ見て、マットなね、このね、この光沢感のグラデーション、すごいでしょ。あなた、ここにカチュラリーを、あ、ポケットなかった。カチュラリーがアクセサリーということで、あなた、これを持って歩きなさい、ということで。これ、すごい美しいでしょ、このニット、そうよ。
あんたこれすごい、私ブルーベースの肌だからすごい相性いいわけ。これなかなかできないわよ、このコーディネートね。えカチョラリー、カチョラリー、はーい、たま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 。そうよ、あ、今日はね、私のコーディネート今日金曜日か土曜日、あ、土曜日だった。そう、土曜日のコーディネートというのはこういうことなんですね。あなた、土曜日といえばもうあなた踊り狂いに行きたいでしょう。でもね、私はもう人工的な光は嫌なの。星空の下で踊りたいですね。あなた、天然のお山のてっぺんが私のダンスホールだってことしてや。だから結局冷えちゃうでしょう。だからって足元はムートンなんですね。そういや、踊りやすいスニーカーにそしてムートンがついている、これね、オーケーボクション。ああ、そしてあんた光出てなかったし、星さんが出てなかった。これ持ってこいよ。あんたたまたまコーディネートでしょ、これ。ほら、靴はこれエルメスさんよ。これ靴はエルメスのケリー。そしてこれムートンがついてるか。高いのにあんなあった。もうとにかくモコモコモコミチ先生ということで。だからこれムートンもこれね、ニート。あ、じゃなくてなんだっけ。エメティ先生、そうよ。そして、パンツがニート。あなた視点かわいいのよ。見て、これ。キラ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 ーってすごいでしょ、これ。おいのよ、むーちゃん、これね。そして星が出てなかったらあんたこれシュッて、これで星を作っちゃえばいいんですよ。これね、カッて当てて、カッて当てるとこれキラキラキラーってなるでしょ。こうやって一人で踊るんです。そうよ、踊る相手いないんだよ。一緒に踊ってくれるかい？ね、誰か踊ってくれるの？そうよ、ということでこれをね、ブルンブルンしながら、次行かせていただくわよ。日曜日行こう。そうよ、それ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 、そうよ、今日は日曜日、リラックスで、しかもスーパーセレブリティごっこ。そうなの、あなた今日は真冬ど真ん中なのにアマルフィ行くんでしょう。最高の贅沢というのはですね、カーッてもキンキンに冷え切ってるところ、あのクルーザーでバーッて暖房かけてあったかいとこシャーッと走るんですよ。これがあなたも贅沢の極み、本物セレブリティごっこでございます。あ、ぜひブロナルクチネル先生。そう、そしてあなたこれひらひらーって、むーちゃんおいで、ほーら、むーちゃん、ほら、ほら、ほら、むーちゃん。スーパーセレブリティというのはね、全体的に穏やかでふわっとして柔らかいリラックスモードなんだけれどね、ちょっとしたね、ひねり技っていうのがあるんです。チラッとちらつかせチラリズム先生。そして何時だろう、あらあら、ちらつかせ先生って感じで、ブロナル先生、ブロナル先生、ブロナルクチュネリ、ブルガリ、ロレックスデイトーナ、ブルガリ、ブルガリ、なんかこのオールカスイミヤ、オールカスイミヤからオール、キラメンコダイヤムオンドオ、ダイヤモンドオが出てくるでしょう。でもね、スーパーセレブリティたちはね、本物セレブリティ、本物セレブリティというのはですね、爪を隠すんです。そうよ、爪を隠しなさいという感じでね、私はね、そうやって習って生きてきたんですよ、今まで。クルーザーで帰る、シャッって帰りますでしょ。帰る時だけシャッって開けるんですよ、これ。シャッって開けて一人の時間でね、こういうキラメンコをね、満喫するんですよ。わかります？そう、こういったね、こういったものは一人の時間に楽しむことこそ本物のセレブリティだと思っております。そうよ、ということで、あ、日曜日終わった。そうよ、はい、じゃあむーちゃんもご挨拶してください。じゃあ今日の動画が良かったら皆さんいいね、高評価をしてください。そしてチャンネル登録もお願いします。またね、バイバーイ。またね、バイバーイ。